1989年の東京モーターショーにいすゞ自動車が出展したミッドシップスポーツカーのコンセプトモデルが 4200R だ。当時いすゞに在籍していた中村史郎氏が密接な関係にあったロータスのデザイナーと協力して開発を担当し、伝統的ヨーロピアンテイストのスポーティーな性能とイメージの確立を開発テーマに、ダイナミックで優雅なスタイルを実現している。ミッドシップながら大人2人と子供2人の長距離ツーリングが可能な実用性を確保していたのが特徴だ。横置きに搭載されるエンジンはいすゞが新規開発した 4.2 リットルの V 型8気筒 DOHC32 バルブで、軽量コンパクトでハイパワーが持ち味。足回りにはロータスと共同開発したアクティブサスペンションを採用しており、操縦安定性と乗り心地を両立していた。室内にはナビゲーションシステム、ビデオデッキ、ハイグレードオーディオシステム、ファクシミリを搭載するという設計だった。ハイテクとスポーティーさを巧みに組み合わせ話題を集めた 4200R はファンから市販化を熱望された。いすゞは 3.5 リットル V 型12気筒 DOHC エンジンを試作し、1991年にはロータス F1 に搭載してテスト走行を行い、さらに同年の東京モーターショーにはこのエンジンを搭載したミッドシップの多目的車いすゞコモをコンセプトカーとして出展している。しかし1993年、いすゞは小型乗用車の自社開発と製造を中止し、2002年以降は完全に商用車分野に専念。 4200R の市販化は幻となってしまったのである。